った。どうした？いたたたた。いたたまれない空気。何してんのよ。なんでギャガーさんなの？よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、災害はね、はい、忘れた頃にやってくるって言うけど、言うね。災害の対策とかちゃんとやってる？俺バッチリよそれは。バッチリなの、うん？どんな対策してんのよ？非常食とか用意してるの。あ、非常食大事だよね。シャンパンとかお米とかね。うん、まあ俺の場合ちくわなんだけどね。ちくわ？ちくわ。あのちくわ？あの、ちょっとちくわのことバカにしてんの？バカにはしてないけどさ。殺されるよ。誰にだよ。誰に殺されるんだよ。だからとにかく俺はちくわさえあればどんな災害でも乗り切れると思ってる。本当に、うん、どんな災害に乗り切れんのちくわで。例えば地震ね。地震地震、うん、地震で怖いのが、うん、棚の下敷きになる。あ、確かに怖いね。だから俺棚と天井の間に、うん、あのちくわをつっかえ棒として立ててる。ぐにゃっとなんなおい。それぐにゃっとなっちゃうね。あとそれから怖いのがあの天井の下敷きになる、ね、あ、確かにそれも怖いね。だから俺あの夜寝るとき、うん、大きいちくわの中に入って寝てる。あ、なるほどね。こう天井が落ちてきてもちくわがクッション代わりになって助かりました。助かんねえよ。絶対助かんねえだろ。あと枕もちくわ。そこ関係ねえだろ。枕関係ないでしょ。あとそれからあの災害時の笛ね。あれもちくわでできてる。普通の笛置いときゃ。そしたらあそれからあの災害時に必要な、うん、あの飲料水。あ、飲料水ね。ストックしがちだからね。確かに大事だ。これペットボトルで取ってある。ちくわ使えよお前。ちくわの話してたでしょ。取ってある。あとそれから怖いのが、うん、落雷。あ、落雷確かに怖いね。これ家の庭に 40m のちくわ立ててる。飛来神のつもりそれ。あとそれから怖いのが、うん、火災。あ、火災怖いね。火災これ怖い。本当に本当に怖い、ね。対策としてではね、うん、まず寝タバコをしない。ちくわじゃないの。そこは寝ちくわをしない。寝ちくわってなんだよ。あと消火器を常備している。だからちくわ使えてて。他にもいろんな作戦を練って。あ、そうなの。ちくわだけにね。うまくねえよ別に。ピンときてねえよ。うまかったろ今の。あんま反応なかったよ。練り物のちくわと分かるの。作戦を練って説明しなくていいし。うまかったろ。だいたいね、お前のね言ってる話中身がねえんだよ。ちくわだけにね。どうもありがとうございました。